U20 男子 60m 予選5組判定中の速報です。1着川田康介立教大学6秒79、2着には藤原博人中央大学6秒86。正式発表をお待ちください。走り幅跳びは日本選手権男子決勝1回目が始まっています。ただいま跳躍しましたのは東京オリンピック代表曽田響、大塚製薬。走り幅跳びは予選タイム6秒86までの選手です。続いて B 決勝に出場する選手です。予選タイム6秒94までの選手です。日本選手権男子走り幅跳び決勝、4人目は鳥海優斗、日本大学、ただいま跳躍をいたしまして、いかがでしょう。この記録は大会新記録です。おめでとうございます。予選から大会新記録であります。正式発表からお楽しみください。続いて三浦真奈と園田学園女子大学7秒40。正式発表お待ちください。続く八村選手が B 決勝進出となっております。日本選手権女子 60m 予選2組判定中の速報です。1着は三浦亜依奈、筑波大学7秒39。2着入りました。西村亜里沙の安置総合7秒47です。接着をお待ちください。東京オリンピック代表と続きます。
日本選手権女子 60m 予選2組の結果確定いたしました。ご覧ください。判定中の速報です。1着イキイチコユピック7秒50、2着入りました影山先ほど筑波大学7秒56です。接種券お待ちください。日本選手権男子走り幅跳び決勝、白山翔太郎前任の1回目、日本選手権女子 60m 予選3組の結果を確定いたしました。ご覧ください。男子走り幅跳び決勝2回目が終わりまして、トップは川上龍馬、鹿児島南高校7メートルで1球となっています。そして日本選手権男子走り幅跳び決勝も2回目に入っています。サハル・キビキが7メートル53で記録を伸ばしましたが、順位変わらず4位、そして先ほどの鳥海選手のトップは7メートル39で順位を4位に上げています。同志社大学次回で7m22で現在第6位、残念ながらカナダです。
使えませんね。先着いらんくだったもんな。日本選手権男子棒高跳び決勝競技開始です。
して男子走り幅跳び決勝藤原の現在第6位ですけれども、記録を伸ばせたでしょうか。サーボイ、大高跳び、土井翔太。6番3番準備。
して男子走り幅跳び決勝の4回目の跳躍が始まりました。1人目長峰影人、九州共立大学、1回目の7メートル16の記録で現在第8位です。日本選手権棒高跳び、バーの高さは5メートル30に上がりました。その1回目、竹川高専森本産業、昨年の長居で行われました日本選手権のチャンピオン、日本選手権男子走り高跳び決勝、バーの高さは2メートル21、1回目が終了いたしました。1回目でクリアした選手は新野智博、九電工、赤松良一、アワーズのこの2名。これより2回目に入ります。
残念ながら藤原は肩が上がってしまいました。男子の走り方とお残念ながらこれは色が変わりませんでした。白旗が上がっていますが、見比べた昔の録画と出してきて見比べるバレーって剣道しての記録は7メートル67メートル67